皆さんこんにちは、あきくくです。今日皆さんにご紹介するお魚はじゃじゃーん、なんとボラです。このボラがお刺身で食べれるって私知らなかったんですけど、うちの近所のスーパーでボラの刺身が美味しいよと店員さんが言ってたので、ちょっと買って食べてみようかなと思って買ってみました。今日はこのボラを、さばいてお刺身でいただいていこうと思います。ボラはすごい臭いって思ってたんですが、意外になんかすごい綺麗な感じで、内臓もすごく綺麗でしたね。内臓は昨日下処理したんですが、すごく綺麗な状態でした。はい、果たしてボラは刺身で食べれるのか行ってみよう。はい、では、また今日の鱗から取っていきます。一個質問していいですか？はい、何でしょうか？今回、ボラって、はい、こうイメージ的にすごく臭い魚っていうイメージなんですけど、はい、なんで今回はこのボラやってみようと思ったんですか？今回は、うちの近くのスーパーの鮮魚店のところにボラがあって、生き締めされてるボラなんですけど、すごく美味しいので、おすすめっていうことで、おそらく店頭に置いてあったと思うんですね。店員さんに聞いてみて、ボラって臭くないですかって、刺身で食べれるんですかって聞いたら、ボラは実はすごく美味しい魚で、このボラはお刺身で食べてもすごく美味しいということで買ってみました。でボラは昔は高級食材だったらしいんですね。昔はすごく水が綺麗だったので、綺麗なところにいるボラはものすごく味がいいということで、すごく高級魚として扱われていたそうです。でも今は特に寒ボラといって、寒い時期のボラはすごく脂乗りも良くて美味しいというふうに言われてるんですね。今は夏なんですけど、だからこそちょっと興味を持ったっていうのもありますね。寒い時期じゃなくても美味しいと聞いたので、はい、ちょっとやってみようと思いました。ちなみに、はい、これいくらで仕入れたんですか？これですね、衝撃の値段ですよ。いくらだと思います？いくら安いって言ってもこの大きさだったら1980円とかですか？これは580円でした。安いですね。生き締めされててですよ、うん、ちょっとボラが不憫に思えてきましたね。不憫に思いました、はい、生き締めしてこの値段ってめっちゃ安いですよね。そうですね、うんうん、じゃあさばいていってください、はい、では、いつものようにね、3枚におろしていこうと思います。私がボラについてちょっとネットで調べたところ、ボラをね、お寿司で食べる回転寿司屋さんがあるみたいなんですよね。すごいと思いませんか？いや、ものすごく美味しいか、ちょっとあまり行かない方がいいか、どっちかっていうどっちかですよね。そんな感じで、でもものすごくきっと美味しいボラを食べたことがないからそう思うだけであって、きっとものすごく本当は美味しいんでしょう、ね。まあ、今日その謎が解けますよね。うん、本当に美味しいんだとしたら、仕入れの価格考えると、うん、コスパのいい魚ですよね。そうですね、本当に美味しかったらそうですよね。でもやっぱり生き締めされてるだけあって、この身の弾力はしっかりあるような感じですね。ちなみに、のじめの場合と生き締めの場合って、うん、なんかそう明確に違いってあるんですか？こんな感じですよ、どうですか？いい感じじゃないですか？すごい綺麗なんですね。内臓もね、ものすごい綺麗だったんですよ。なんかタイみたいですね。あ、そうです、そうです、なんかタイみたいな味がするらしいですね。今のとこそんな臭くもない、若干ちょっと匂うような気もするっていう。いや、他の魚と同じですよ。いつも匂ってますか？はい、あらら。はい、では、腹骨をすいていきますね。今んとこそんなに臭くないですね。ちょっと匂うかもぐらいで、身が綺麗でびっくりしますね。はい、はい、では血合い骨を取っていきます。あれ、そんなにないですね、うん、皮を
血合いが結構濃い感じの色ですね。で、なんか鮮魚店の方に聞くと、この皮は炙ったらどうなんですかって聞くと、やっぱ皮は引いた方がいいということでした。それなんでですか？いや、匂いとかですかね。なんか皮はそんな硬くはないので、なんで炙るよりも、あれ、引いた方がいいのかちょっとわかんないですけどね。ここに塗っちゃいました。こんな感じですね。え、では、先にちょっとこう、切れちゃう。ちょっとあらかじめね、ここ作っておい、おいてました。なんか土台を作る時の、はい、なんかポイントとかってあるんですか？うんうんうん、ポイントは、そうですね、一番やっぱ私が難しいなと思ってるのは、この顔の角度とか、この角度を固定するその角度が一番難しいなと思うので、竹串と大根を使って角度を決めるっていうのが一番難しいなと思いますね。覚悟の覚悟すいません、あ、ごめんなさい、角度の決め方って何か意識してることってあるんですか？うん、その顔の角度をどうするか。あ、そうですね、顔をまあこう斜め上から見た時に顔が綺麗に決まって見えるように意識してますよ。うん、横顔が好きってことですか？あ、横顔好きです。うん、確かに魚は正面より横顔の方が、うんうんうん、闇大根いつ見てもすごいですね。すごいですか？うん、私のは絶対作れません。でもね、練習あるのみなんですよ、本当に。できるまで練習しましたね、私は。では今日はね、酢飯も用意してるので、ちょっとお寿司も食べてみようと思うので、お寿司のネタ引き合わせてみます。結構しっかりとした品質ですね。うん、アジみたい。では飾りを切っていきます。あ、素敵ですね。あ、本当ですか？相変わらず色使いが素晴らしいと思います。あら、褒められちゃったおー、なんかっぽくなってきましたね。これはズッキーニ出てきてます。すごい重宝しますね、ズッキーニは。ではパパッとですが、お寿司も作っていこうと思います。回転寿司でボラのお寿司があるって聞いた失礼しましたお腹空いてます？じゃあボラでお腹を満たしてください。いや、でもパッと見トビウオみたいじゃないですか？わかんないです、トビウオの刺身見たことないんでそう、あー、でもトビウオっぽいな。2貫で、芽ネギもありますね。ありますよね、はい、使ってください、はい。生姜を、この生姜はどこのお醤油ですか？あ、これは自分で作ってます。自分で作ってるんですか、醤油をあ、自分でって、その、ま、豆とかからじゃないですよ、もちろん醤油とかみりん、酒とか使って作ってます。調味してるってことですね。そうです、そうです。いや、なかなかそんな人いない、すごいですね、やっぱり。はい、今日はお酒は梅酒で、これは愛知県の濁り梅酒、すごいおしゃれなパッケージです。結構ね、しっかりしたあの梅の風味がしてとても美味しいんですね。はい、いただいていこうと思います。キッチンで食べるの好きなんですよね。それでは乾杯美味しい。梅酒はロック派です。はい、ではお刺身の方からいただいていこうと思います。血合いが結構濃い感じがいいですね。あえて醤油もつけずにいただいてみます。果たしてどうなのか。臭くないですよ。ちょっとあの本音のレビューお願いします、うん、本音でいいですよ。あ、いや、でもね、本当に臭くない。なんか臭いっていう先入観で、臭いかも臭いかもで食べて、ちょっと警戒心がすごいあったんですけど、うん、臭くない。わかりました。じゃあ臭くないのはわかりました、
味がうまい、まずい、うん、これどっちですか？味の美味しい、美味しい、淡白なんだけど、うん、味もしっかりついてる。あのタイにちょっと似てるけど、タイとトビウオの間って感じ。最後の晩餐に5種類刺身をもらえると、うん、はい、なった時ボラは入れますか？5種類ですか？種類無制限です。無制限の場合にボラをわざわざ入れますか？難しい質問だな。ではお寿司の方ですね。また多分違った味わいだと思うのでいただいてみます。お寿司の方が美味しいお寿司にすることでどう味が変わりました？なんかね、シャリと合わせることでこう味が引き立つというか、淡白なんだけどしっかり旨味も感じるみたいな。赤酢のまろやかさが、そのボラの淡白な味と、まあいい感じでマッチする、そういう意味で。そんな感じですね。なるほどなるほど、うん、で、あの身もしっかりあの筋肉質で弾力があるので、よりなんかこのシャリのふんわりした感じを合わせるとすごく食感もいい感じですね、うん、食べ応えがあるってことですかね。そうそうそう、あと生姜とやっぱり合います。ちょっとあの臭みに異常に敏感なスタッフが、本当に敏感なんですよ、ね、本当にちょっとでも臭かったらマジで食べないんですよ。本当に食べないんですよ。はい、ちょっとこのスタッフがどう判断するか。このスタッフが臭くないって言ったらもう大抵もう大丈夫なんですよね。はい、ちょっと敏感な方に食べてもらいましょう。はい、どうぞ。いや、怖いですね。念のため、はいはいはい、食べ、どうぞ。じゃあいただきます、はい、コメントに時間かかってますね。美味しい。え、美味しい。まず臭みは全くない。これは生姜の力とかもあるかもしれないですけど、うん、全然臭みはないです。あ、こんなにコリコリした魚ってあんまり経験したことないんで、うん、あ、食べ応えがあって、うん、あ、本当に美味しい、ね、これが580円。はい、そりゃこれをタイレーズ使ったら儲かりますボラをやってみて、うん、感想どうぞ。感想ですか？なんかすごいこうやってみたかったんですけど、ここの、スーパーの方にお勧めされて、まあ、それなら大丈夫なんかなっていう感じでやってみたら、やっぱすごく美味しくて、こんなに美味しいお魚だったんだっていうのがなんかすごい分かって嬉しかったですね。しかもあのすごい安価で手に入りますし、ここまで美味しかったら本当お寿司でも、お刺身でも、でショートで昆布締めものお刺身を流そうと思うので、昆布締めやってみようと思います。あと酢締めも美味しいらしいので、まあ、いろんな調理がありますね。あと塩焼きもいいそうなんで、まあ、ぜひこのね、あのボラ、すごいいいボラが取れた時にはいろんな調理試してみてほしいと思います。あ、美味しい。また梅酒が合いますね、本当に。はい、それでは今日もご覧くださってありがとうございました。はい、今日はこのリーズナブルなボラをご紹介しました。はい、また、来週もね、美味しいお魚料理をお届けしたいと思います。はい、それでは、また来週お会いしましょう。それではまた。